こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。今日はですね、5月病のストレスに負けない1週間トップ3を発表していきたいなと思います。だいたいゴールデンウィークぐらいから5月明けたぐらいですね、そのぐらいからですね、なんか眠れないんだよねとか、なんとなくだるいんだよねとか、あとはすごくなんか疲れやすくなってしまった、なんか動きたくないな、そんな風に感じている人はね、もしかしたら5月病かもしれません。なので今日は5月病になりやすい人が行ってしまっている習慣、それと逆にこの習慣を変えていけば改善できますよっていうのを紹介していきたいなと思います。それでは行きましょう。ではですね、5月病とはまず何なのかっていうところですよね。5月病はそもそもですね、ちゃんとした正式な病名ではないんですよね。いわゆるこう通称みたいな、俗に言うみたいなところで5月病っていう名前がついてます。まあ、これはですね、一般的にはやっぱりこうだるさとか、なんか眠気とか、なんかやる気が起きないんだよねとか、そういったところですね、いわゆるこう不定愁訴と呼ばれるものですね、そういったものが主に出るっていうふうに言われてます。で、僕もですね、よく社会人の新人の頃とか学生の時とか、よく5月病かかってましたね。なんでかわかんないけど、こうゴールデンウィーク明けぐらいからなんか眠いし、だるいし、やる気起きないし、なんかベッドが友達みたいなことはね、正直よくありました。で、そんなものをね、振り返っていくときに、やっぱりこういう習慣をやってしまったからダメだったんだなとか、逆に今だったら僕もほぼ全くないので、ここ何年かはね、こういう習慣やっていけば大丈夫なんだなっていうのがね、分かったので、陥りがちな習慣と、そして改善していくための習慣トップ3をご紹介していきます。まずですね、やっぱり5月病になりやすい人の習慣っていうのはですね、やっぱり5月となると大型連休、ゴールデンウィークがあるので、ゴールデンウィークでもってそれこそ暴飲暴食してしまったりとか、あとは夜更かし、あと朝寝坊、そういったこともやりますよね。それによってどん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 夜寝る時間遅くなって、寝つきも悪くなってしまって、睡眠のリズムが崩れてしまうっていうことがよくあるんですね。で、これがまさに5月病に陥ってしまう生活習慣っていうところなんです。皆さんね、これなんとなく分かってると思うんですよ。で、これはですね、まずその睡眠のリズムが崩れるということはですね、体内時計が崩れるということ。体内時計っていうのは、やっぱりこう太陽のお日様が昇って沈んでっていう、そことね、リンクしているものですね。なので体内時計がね、狂ってしまうと生活のリズムが変わって、それこそだるさとかね、眠気とか、そういったものが出やすくなってしまうんですね。なのでそれをね、改善していく方法だったりとか、やっぱり暴飲暴食してしまうと思います。暴飲暴食する中でも、特にこういった食事を多く摂ることによって暴飲暴食したとしても、そういったね、5月病になるリスクだったりとか、自律神経乱れてしまうリスクを軽減しますよ。なので、こういったものを食べてくださいねっていうものも後で紹介していきます。他にはですね、やっぱりゴールデンウィーク明けると、あ、明日仕事だから寝なきゃいけないねと思った時になかなか寝つけない、そういったことあると思います。そういった時にこれやると寝つけますよっていう方法も今日は紹介していきますので、この後ですね、5月病を改善していくための習慣トップ3ご紹介していきたいなと思います。それではまず習慣トップ3の1つ目ですね。一つ目は、タイトルにもあったようにお風呂の入り方なんですが、これはズバリですね、交代浴がおすすめです。交代浴です。交代浴って何かっていうと、いわゆる湯船に入って、で、その後にちょっと冷たいシャワーをバーッとかけて、で、また湯船に入ってって、こういうふうにあったかいと冷たいのを交代していくようなものを交代浴って言います。別名ね、温冷交代浴とかね、言い方いろいろありますけど、とにかくあったかいのと冷たいのを交互にやっていくっていうことです。これがなんで5月病にいいのかっていうところで言うと、5月病って皆さんイメージしていただくと、なんとなくもうだるい、もう寝たい、うわーっていう感じじゃないですか。で、これって例えば自然界に置き換えた時に、自然界でこんなうわーってやってたら、もうすぐ食べられちゃうたりとか、何か襲われた時にすぐに対応できないわけですよね。つまりそういう人ってどういうことかっていうと、簡単に言うとテストステロンが足りない人っていうふうに言えるわけです。テストステロンっていうのは男性ホルモンですね。で、これは女性の方、これ見てると思うんですが、女性の方も実は男性ホルモンっていうのは必ずみんな存在してます。男性ホルモンと女性ホルモンのバランスによって、女性らしさとか男性らしさとか、そういうね、肉体のこととか、そういったこととかがね、変わってくるわけなんですね。なので女性も必ず男性ホルモンがあります。で、この男性ホルモン値が下がってくると、なんとなくだるいとか、そういったことになってくるわけなんです。で、そのテストステロン、男性ホルモンを増やしてくれるのが温冷交代浴なんです。まあ、もっと言ってしまうとコールドシャワーということなんですね。冷たい冷水っていうところに意味があります。まあ、原理で言うとですね、冷たい水をね、わーっとかけると、うー寒いってなりますよね。つまり体としては
危機的な状態になるわけなんです。そうすると人間というのは本能的にテストステロン値をグーンと上げて危機的な状況に対して対応しようとする、そんなね本能的な作用があるんですね。ですのでこれはしっかりとあったかい湯船でもいいしシャワーでもいいです。それしっかり温まっていただいて、その後に冷水をピャーっとかける。最初は大変ですよ。って声出しながら僕なんかも浴びてた頃はありましたが、今ではもう僕は猛者ですから無言でシャーっとやりますけども、最初はやっぱしんどいです。僕のおすすめとしては、まあ、湯船とか入るじゃないですか、あったかシャワーとか浴びるじゃないですか、その後に冷水浴びるときに最初はねぬるく、この温度設定をぬるくして、あ足の方からってあ大丈夫だな、で、あ全身も大丈夫だったってしばらくかけてるとね、最初冷たいって感じたのがねもう慣れるんです。その後にじゃもうちょっと冷たい水にしてみようって温度をちょっと下げるんです。あーちょっと冷たいな、でまた慣れる、でまた温度を下げる、あーっていうのを何段階か繰り返していくとですね、最終的に冷水をかぶれることになります。でこれはですね、なるべく冷たい方が本当は効果が高いです。でなおかつこの、ね、特にねこれ朝一にやるのが一番おすすめなんですが、朝とかにやっていただくと脂肪燃焼効果、その日のね一日の脂肪燃焼効果も高まるっていう風に言われてます。これなんでかというと代謝が上がるからですね。血流がものすごく良くなるので代謝が上がって、脂肪燃焼効果が非常に上がりますっていう風な結果も出てますね。ダイエットしたい人にもおすすめです。ぜひね一つ目のこの抗体浴、特に冷水をかぶるっていうものをやっていただくことによってしっかりとこう自律神経が整う、かつテストステロン男性ホルモンが上がって気だるさっていうものがなくなります、シャキーンとしてきますので、まずそれをね一つ試してみていただければなと思います。それでは5月病のストレスに負けない習慣トップ2ですね、第2位です。これはですねやはり睡眠をとるということなんです。でも皆さんすでに5月病になってしまっている方たち、おそらく何かしら寝つけなかったりとか、なんか満足に睡眠がとれない、朝起きてもなんかスッキリしないなっていうことがあると思うんです。なので睡眠とってくださいねっていうふうに睡眠を押し入れするんではなくて、寝れない方たちはこの一工夫をすることによって睡眠がとりやすくなりますよってことをこれからお伝えします。それはですね、まず睡眠に落ちるメカニズム、睡眠に入っていく、入眠していくメカニズムをまず考えれば簡単なんですが、体の深部体温、体の、ね、奥の方の体温、深部体温っていうんですけど、この深部体温が高い温度から低い温度にぐーっと落ちていくときに睡眠に入るんです。つまり簡単に言うと冷やせばいいんですね。特に体の深部体温を冷やしていく、下げていくっていうことが睡眠寝るためにおいては非常に重要なんですね。よくあるじゃないですか、皆さん寒い地域行って北極とか行って眠くなってくるっていうのをドラマでよく見るじゃないですか、寝たら死ぬぞみたいな、寒くなってくると寝るっていうのはまさにあれなんですよ。逆に皆さんね、真夏とかエアコンつけずに寝れますか？寝れないですよね。あれって暑いからなんですよ。熱いって深部体温が熱いままだとなかなか寝られないんですね。ということなので、しっかりと体を冷やすっていうことが大事なんですが、全身冷やしたらもう風邪ひいちゃいますから、どこを冷やせばいいかポイントが決まってるんです。それは後頭部、ここです。後頭部なんですね。この後頭部を冷気屋さんとかでもらえる保冷剤あるじゃないですか、それをここに置いて仰向けに寝て冷やしながら寝る、それだけでもスーッと体の深部体温が落ちてきて睡眠に入ることができます。なのでなかなか寝られない人、そして睡眠の質が良くないよっていう方はこれを試していただけると、朝すっきり起きられて、どん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 自律神経が乱れているのがなくなっていって5月病を解消してくると思います。ですのでぜひこれをね試してみてください。そして最後ですね、5月病のストレスに負けない習慣トップ1、これ最も大事だと僕は思ってます。それはですね、腸内環境を整えるということです。先ほどね5月病になりやすい人どんな人ですかって言った時に、やはり暴飲暴食している人っていうことなんですね。つまり簡単に言うと腸内環境が乱れてしまうっていうことなんです。腸内環境乱れてくると自律神経乱れて、いろんなストレスに負けやすい体、そして5月病になりやすい体になってしまいますので、今5月病になってしまっている方、だるいよっていう方はぜひ食事をちょっとずつ変えてみてください。それは何かっていうと、タンパク質をしっかり摂るということです。タンパク質です。でもなかなかね、だるい時にむしゃむしゃお肉食べれないよ、鶏の胸肉なんてやだよっていう方多いと思います。僕のね一番のおすすめは何かっていうと、お魚なんですね。特に青魚、まあ、一番サバかな。サバが僕一番好きですし、サバが手に入れやすいんじゃないかなと思います。サバをですねしっかり食べていただくことによってタンパク質を摂取すること、そしてフィッシュオイル、青魚の油っていうのは結構オメガ3系って言って、
体の炎症を抑えてくれる作用があったりとか、あとは肌ツヤを良くしてくれる作用もあったりします。なのでこの青魚、特にサバですね、食べていただくっていうのが一番腸内環境にはまず手っ取り早くいいんじゃないかなと思います。まあ、何で取るかっていうと、サバをね焼いてもいいですし、あとは僕だったらねサバ缶ですね、サバ缶売ってるじゃないですか、サバ缶をしっかりと食べていくっていうのがね結構手軽でいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ食卓にねもう一品としてサバ缶を置いといていただけるといいんじゃないかなと思います。この3つをやることによってですね、この五月病っていうところのストレスからかなり解放されてきます。せっかくね春で気持ちいい時期なのに、なんかだるくて行動的になれないなっていうのもったいないです。なので今言った3つをしっかりやっていただいて、5月をねしっかり楽しんでいただければと思います。これはですね5月だけじゃないです。自律神経日頃から整えたいよっていう方もぜひ対象になってきますので、こちらもやってみてください。今日はですね5月病ですね、ストレスに負けない体を作っていきましょうっていうところで、5月病に対応できる習慣トップ3ということでやってきました。少しでも役に立ったよって方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。